はい、では授業始めましょうか。今夜何の話しましょうかね。そうですね。先ほどスペイン語と中国語の練習やってたんですけれども、そして何の話だったかというと、そうだな、そうだな、その前にね、天気のことなんでしょうね。ですね、今日は、雨が降ってきて、それは朝と昼間に降ってきましたね。で、昨日、やっぱ、曇っていたし、あと、結構暗かったんで、暗いですね、暗かって、じゃあ、今日の、昼間に、確かに雨が降ると言ってましたし、そして、今日、そうであると分かって、ましたね。で、明日の天気、天気予報というか、どうだろうね。まだ、曇っているし、あと、そういう、暗いね、暗い、なんだろう、環境って言わないけれど、ね、なんかね、暗いに見れるような、なんだろう、そういう暗い天気か。暗い天気にしようか。で、じゃあ明日はまた雨が降ると、予測してみますね。明日の朝にしようか。明日の朝また雨が降ると。予測してみます。はい、では、次の、ことなんですけれども、この動画ですね、シンガポア、何でしたっけ、シンガポアゲームズアソシエーションの、チャンネルね、YouTube チャンネル見つけたんですけれども、で、あそこからこのソニック、ZH、っていう、開発者というか、メガマンヌクロースストリートファイターというゲームですね、作られて、そして、それは2013年だと思っているんですけれども、それぐらいの年で、10年後ぐらい、どんな結果になったのかというと、それ調べてみたかったんで、そして、この動画から、彼からのプレゼンテーションですね、そういう、なんだろう、そうだな、学歴も入ってるし、あと、仕事のこととか、そういうことも入ってるしですね。で、これは、対象として、特にシンガポアの人たちだと思いますからね。例えば誰かが、ゲーム業界に入りたいっていうか、入ろうとしてる人たちに対して、日本だったらば、日本で働くようになると、何のこと、が先にして、くれればいいとか、みたいな、プレゼンテーションなんでしょうね。そして、そうだな、そういうことなんだよね。で、何がわかるかですね、やっぱりですね、彼の喋り方ですね、スピードとして遅いでしょうね。だから僕は動画ですね、1.5x ね、1.5x のスピードで、その彼の英語、理解できるんですからね。もっと早くね、早く、言って、早く英語でですね、英語で喋っていいと、そういう設定してんですけれども、で、やっぱりですね、喋り方として、なんか、あんまり友達がいないみたいですからね、
まあ彼によるとが外じゃないな大学、ね、大学その NTU、っていう大学で1学期の日本語の授業を受けたんでして、そして、日本に、実際に働きに行った時に、まあその練習っていうか、まあそういう日本語はですね、そのレベルは上がってきたんでして、つまり N3 ですね。N3、まあ今だったらばこれ、動画は去年、去年か。ちょっと待って、2021年だから、彼の日本語は N3 以上だと思いますからね。で、そうだな。そうすると、そう、日本語として、まあ N3 だったらばですね、まだまだ友達があんまりいないっていうんだったら、そうか、そうだったらばですね、練習した方がいいでしょうね。例えばこの、僕がやってることのように、まあ一人で喋ってるようなことだとか、まあまあ、大事なのは自分が分かってるんでしょうね。その間違ってる文法とか間違ってる言葉とか、それが、区別できると、あとは理解できると、まあ一人でもですね、練習できるようになるんですよ。この練習って、その大きい声でね、大きい声で録音して、自分もね、聞いたりして、どこのところが良かったかとか、どこのところがもうちょっと改良っていうか、まあ、改善した方がいいとか、みたいな、部分ですね。それはできるんですから、で、そうだな。まあ、友達がいないとですね、あんまりいないと、まあ、日本だと、そういう、そうだな。まあ、日本の、仕事といえば、僕もね、前に日本に、働きに行った時に、確かに僕の問題は、その日本の同僚じゃなくて、そう、ちょっと待って、まあ大体としてこの、例えばその外国の人との、コミュニケーションだったと思いますからね、その日本の人たちとその、一緒に仕事してる人たちとそういう問題じゃなくて、もっと、大きな問題だったらば、その外国の人との、仕事をしてることなんでしょうね。で、でかく、この、違法入手してる、犯罪グループですね、勝手に携帯電話とかの技術ですね、使っているから、だから僕は何も言ってないのに、こいつらがなんか言ってるように、まるで僕の仕事を取りたいみたいな、ことのようで、あと、そうだな、思い出してるのは、なんかこいつらは、そう、それは帰る時だと思いますかね。帰る時に、でその外国の人たちは、そのオーストラリアからの人たちは、コンピューターに向いてるで、僕は帰ろうとしてんですけど、でこいつらなんか言ってるよね。なんか言ってるっていうと、じゃあ僕らの管理者のことをね、彼のことを任せてみたいなこと言ってる。何言ってんだろうな、こいつ。そういうセリフでね。だから勝手に、僕も何も言ってないのにね、あれは英語だったんですね、英語。英語だったしね。僕も何も言ってないのに、そういう、こいつらは勝手にこういうことをやってる。だから、コミュニケーション問題は、もっとひどくなったみたいなことになってるんですよね。なんか、人は誰が何が言ってるみたいなことですね。誰が何を言ってる。あとはその電波と音波の
その体の、体を勝手に動かしたりしてね、そのチンチンのとことかまでもですね、あれはやっぱこいつらはね、こういう仕事までもですね、すでに仕事してんですよね、仕事を働いてるんですから、なんで こんなことまでですね、その邪魔してんですからね、その目的は何だとかね、つまりその効率的にその、仕事の効率ですね、こういう仕事やってるでしょ、でこのうるさいよとも、あのなんか言ってる、なんか邪魔してると、やっぱその出来事ですね、仕事の出来事は悪くなってるでしょ、そういう問題があったんですね。でその税収の場合だったらば、まあ、あのこのプレゼンテーションの動画から、そうだな、まああんまりその、会話とかしないみたいですからね、そういう、まあ、選択肢あるからですね、例えば、ずっとパソコンの前ね、それだけやってるね、それできるんでしょうね、で誰も話したりして、実はですねそれ、気づいたんですけど、僕はああそっか、そういうこともあるんだな、あの誰もいなくてみたいなこと でずっとパソコンでやってるでしょ、そういうこともあるんだと気づいたんですから、でもしそういう選択肢を選んで、じゃあやっぱ会話とかはあまり、ないでしょうね、あまりなくなる、ということでも、まあ言ってるみたいなことで、あの生活もできるし、まあそういう選択肢もですね、選ぶ人もいると思いますよね。はい。で、そうだな。僕の、その場合だったらば、そうだな。平日だと仕事でして、その、事務所に行ったりして、そして、あの週末の時にその友達とか大学の友達とかですね、どっか行っちゃったりして、だから結構あのいい生活できたんですからね、そのやっぱその誰も週末なのに誰も一緒になんか行かないとか、あとそうだな、なんか、なんかないみたいで、そういう、まあ選択肢というか、そういう、なんだろう、その、結果もありますよね。はい。で、そう、日本だからですね、日本だから、やっぱり日本語ですね、日本語で会話した方がいいでしょうね。そうなんですけれども、で彼によるとこういうあの間接的なコミュニケーションもですね必要だって、例えば、日本の人はあんまりその直接に言わないとか、こういう、どっか行こうとかね誘って、あげても、あ、じゃああのなんか忙しいみたいとか、だからそういう、ことでなんか意味として一緒に行かないってっていう、まあっていう意味なんですってそういうことだから、でそうだな、まあまずどこへ行くんですかねどこへ行くんですかね、趣味が合ってるんだったらば、まあ別にじゃあ行こうとかですね、そういうことなんですけど、まあもし趣味が、あんまり合ってないんだったらばですね、他の好きなことですね、興味とかですね、それを探せばですね、じゃあそうしようというふうに考えていいでしょうね。はい、そうだな。確かに日本語と、そういうインター
ダレクトね、その間接的な部分ですからね、それはよく言われるんですからね、その、人たちはですね、そういうことにね、気をつけなさいとかですね。そう、そうだな。でもね、あれは、その、やりすぎちゃってね、その、まあ考えすぎちゃうもんですね。考えすぎちゃうんですからね。で、あと、その歴史を見てみると、結果はどうなるんですか？結果として、効率的ではないですよね。そういうやり方ですね。まあ遊びだったら、その曖昧でもですね、遊びだったらばですね、ある程度、まあ別にいいんですけど、でも本当に仕事だととか、本当に何か、その完成しないとですね、完成しないといけないと、そして時間もですね、短くなってるし、何言ってるかですね、その、はっきりしないと、もう、そういう、時間がですね、あっという間に切らしてしまうんですよね。だから、できればですね、何伝えたいかですね、それ、明らかにしないといけないですよね。はい。で、断ってしまったら、やっぱ、そうだな、先ほど言ったのように、あんまり、その、誘える人たちは、あまりいないみたいですからね。その、困ってしまうんだったらばですね。そう、僕は、考えてみてると、そうだな、うちも、その、10人ぐらいもいたのに、で、上手に、少なくなっていて、で、結局、どうなってるんだ、どこに行っちゃったんだろう、直接に言わないとかですね。そういう、仲間たちもですね、いたんですけれども、で、もし、じゃあ、こういう状態になったかな、そういう、なんだろう、その、終わりなさいかみたいなことに考えてもらったと、考えてしまうとあんまり良くないと思いますね。まずなんでお前のせいだろうね。なんで俺のせいだ。じゃないでしょう。そういうこともですね。はい。そうだな。僕はちなみに、日本で働いてた時に、できればですね、この何回も何回もこのオールサイトですね、無視しようとしてると思いますからね。ただ、無視して、この肉体的な抗議も来るんですからね。で、結局、誰だみたいな。何するのみたいなことですね。で、ですね、そうだな。そういう、こいつらはですね、やっぱ壊そうとしてんでしょうね。仕事とか勉強とかですね。そういうことをやってんですよ。うん。はい。では、このソニック ZH の、動画から、まあ、いろいろ、わかりますよね。理解というか、まあ、気づけることですね、ありますから、でも、これは、そんなに、難しすぎて、解決方法はない、状態ではないでしょうね。これは、確かにたくさん人、あると思いますよね。この、特にこの間接的なコミュニケーションとか、そういう曖昧なコミュニケーションとか、あと、そうだな。また思い出したのは、彼はですね、アメリカに行ったんでしょうね。で、こういう、なんかすぐ負けた、そのエボージャパン、エボーアメリカみたいな、試合ですね、すぐ負けて、で、人たち、各国の人たちと話したりして、こういうゲームあるよって、あれまでもできたんですしね。で、この場合だと、こういうプレゼンテーションからなんかあんまり会話できなくなったみたいなんですよね。はい、そういうことなんですけど、まあ最後に
言いたくないんですけれど、やっぱカプコンのスイーツファイターの方がですね、僕はあれよく、今でもです、この特にその SNK vs カプコンですね、今でもやってるんですからね、ネオジオポケットなんですけれども、そのスティンパワーでね、アークシステムワークスのゲルティギアの方はですね、あんまりなんでだろう、その、あんまり気に入ってないんでしょうね、自分の方ですね。まあ確かに彼もそう言ってたと思いますよね。で、だから彼はアークシステムワークスに行って、なんか、スイーツファイターのことをですね、そういう、気に入った、ね、気に入ったゲームから、このアークシステムワークスに、まあ働きに、行くようになって、だけど、そうだな。僕は今でも、スイーツファイターの方がいいと思いますね。そう。まあ、スイーツファイターといえばどっちだろうね。その、昔のスイーツファイターの、なんで、その、1990年代のスイーツファイターの、スイーツファイター、何でしたっけ ?GO ですか。まだコンピューターが遅すぎると思いますからね。だから、その、描きはですね、なんか目にあんまり、なんだろう、その、明るすぎてるような、遊べないような、形になってるし、で、スイートファイター6の方は、まあ、今のところは、そんなに早く遊びたいっていう気持ちは、まだないと思いますからね。とにかくこの、やってるのはこういう、SNK vs カプコンね、ネオジオポケットなんですけど、そうだな。まあ、その、プレイステーション2の、何でしたっけな、そう、SNK vs Capcom 1、ね、あと2。それはあればですね、まあ今でも遊べると思いますよね。はい。そうだな。まあとりあえずここまでにしましょうか。今夜もありがとうございます。